見えるカメルマンこんにちは。一般社団法人会科 GP の村松大輔です。今年もですね、残りあとわずか10日ぐらいになってきました。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。で今回もですね、2022年。 この1年をですね、こう綺麗にこう、浄化していくという考え方で、また公式 LINE の登録者からご質問いただきました。会社の組織の中で、なかなかこうね、仕事の指示を出してもうまくいかないという方に対して、どういうふうに接すればいいんですかという形ですね。これ、えー、いろんな会社であるかと思います。で、このところの考え方をしていただきながら、皆さんがこの2022年をね、綺麗にこう、フォトンを洗っていただいて、で、皆さん自身の振動数をますますこう高めていただいて、素晴らしい2023年を迎えていっていただければ ではその内容に入っていきます。2022年を浄化していくシリーズのですねこの仕事ができない人の組織を良くする方法の3つのポイントをです、ね、ご質問いただきました。Y さんからです。村松先生、村松様の本や YouTube に出会い、少しずつ自分の考え方が変わり、自分を大切にすることができるようになり、今ある幸せを感じられるようになりました。いつもありがとうございます。素晴らしいことです。 職場に毎回1から10まで全てのことを指示しないと動いてくれない方がいます。できる限り寄り添っていきたいと思っているのですが、なかなかうまくいきません。相手の話を聞くように努力はしていますが、いつまでも一人立ちができないので周りの人が、周りがほとんどの仕事を補っている状況で、周りの方たちに忙しさの拍車がかかり、苦しい状況ですと。で、本人は気にしていないのか、できないものはできないし、指示されていないし、間違えたら間違えちゃったくらいの態度ですと。で、こういった指示待ち状態だったり、 ミスを平気とする方、とうまくやっていく方法はありますでしょうかとで周りが考え方を変えないとダメ,なダメでしょうかよろしくお願いいたしますと。と、えー、この内容はね、えー、いろんな会社であるかと思いますで。どういうふうに接していったらいいのだろうかという形ですね。まあ、ご縁をいただいたので、何かしらこうメッセージがあるかと思うんですけども、まず相手に対してと自分自身に対してですね、えー、そのところ入りたいと思います。 2022年を浄化するですね。<laughs> 仕事ができない人の組織を良くする方法の丸一番。その人の特徴を知ると。もし仮に、ね、この視覚障害者だったらどう対応するかとで、えー。もしかしたら発達障害のグレーゾーンかもしれない。ちょっとわからないんですけどもで、私自身がですね、自分でこの、 まあ、実際に診断を受けたわけじゃないんですけども、特徴を見たら、うわ、すごい当てはまるわと思ったのは、ね、こちらのアスペルガーの、まあ、多分グレーなんじゃないかなと、まあ自分で、自分だけの判断ですよ。例えば、同じ動作を繰り返すとか、興味のないものには関心が持ちにくいとか、こだわりが強く、急な変更、臨機応変に対応が苦手、この3つ目めちゃめちゃ当てはまるんですね。こだわりが強くて、急にこう、 変更されるとえ、え、え、みたいな、イラッとかなっ,なって、で、なかなか自分自身を変えにくいっていうのが本当にあります。意識しないとついその癖が出るんですね。えー、うちの家族とかスタッフ、あわかるわかるって思うと思うんですけども、で、じゃあ、これだからダメじゃんと。 言うんではなくて、それがあるおかげで、同じような動作を繰り返すので、私、毎日社協をやるのが、こう、心地よいんですね。いい習慣をずっと繰り返し、ずっと、ずっと、観社業、自分を、もずっと、もう、十年、十年ですね。えー、ずっとこ続けているとか。で、あと、毎日 YouTube を出し続けることが、自分にとって、このルーティーンが、すごく、こう、私にとってすごくいいんですね。で、 あの時折たまに思いついた時に出すとかいうのではなくて、とにかくコツ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 ,コツ毎日やるっていうのがすごく好きです。あと、こ,のこだわりが強いので、開花のこととか、このお人の心が動くことに本当にこう没頭できてで、興味のないものに関心が持ち、に他のことができないので、そればっかりにこ,うこだわってこうできるというのがあります。なので、もし仮に何かこういう発達障害系のものがあったとしたら、それの その出来事を悪い方を治すんではなくって、だからこそ何が突き抜けられるかなっていうふうにお相手を、ねえー、取れればいいかなと思います。それがこのお相手の特徴を知るということですね。で、2つ目、好きなこと、得意なことから意図を持たせると。そのスタッフの方がね、1から10まで言わないとうまく動かないと。じゃあその人何が好きなんだろうと。ゲームが好きとかね、アウトドアが好きとかって言ったら。 この好きなものなら、どん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 こう、う多分突出してできるかなと思うので,で、例えばアウトドアとかゲームが好きだったら、そのアウトドアとかゲームの、ね、お店に行ったときに、スタッフさんがゲームを買いに行ったアウトドアの用品を買いに行ったときに、そのお店の対応している店員さんが、どういうあり方、どういう対応の仕方だったら、 このスタッフさん、職場のね、スタッフさんは嬉しいかなっていうのをスタッフさんに聞いてみるんですね。で、こうしてもらった方が僕が嬉しいというふうに答えられたら、それと同じようなことをこのスタッフさんにね、あなたがこのお客さんに対してどういう接したらいいかっていうのは同じことですよっていうふうに、この立場を自分の好きなものから持ってこさせる。 で、えー、相手により良い状態に伝わるようにっていうのを立場を変えて説明するという風にしていっていただければと思います。で、3つ目がですね、そのスタッフさん、指示を出さないとうまくいかないっていうスタッフさんとご縁をいただいているイコール、周波数で呼び合って一緒にこう職場にいるので、私自身の Y さんですね、まあ、村松も含め、私自身の成長何かなと。 いうふうに捉えていただくと。で、この、例えば私が生徒と接しさせてもらっているときに、この生徒の、例えばね、やる気が全然ないとかって、もう無理やり連れてこられ、親に連れてこられましたみたいな生徒もたまに言います。で、その子のやる気をこう見いだせないとか、本質の奥底の素晴らしさを見いだせないようでは、こちらの先生のね、私の先生のレベルが低いと、私は思うんですね。 でお相手の本質の素晴らしいところを見抜けるぐらいに自分をいろんなことを調べたり、おいあのその子生徒の,、ねあのまあ、話し込んで何にピコーンってこう反応するかなっていうところをこう探っていくですね。で例えば話も私もだんだん,だんだん増えてきたので、ゲームのどういうゲームのがあるとかっていうのをだんだんこう私も情報が増えてきたんですね。で相手の 相手の中の素晴らしさを見抜いて、そこを突き抜ける、伸びるようにして、なので、えー、Y さんがこのスタッフさんに対して、お相手の本当にこう素晴らしいところ何かなというところを見抜いてあげることが、このご縁を持ってるっていうことなので、えー、そのところをね、意識していっていただければと思います。で、まとめると3つですね。この、もう一回スライド出します。 でこの3つのところを意識していていただければと思います。この相手の特徴を知ると、もし仮にいろ何かね、こう障害があったらどう対応するかと。で、もしかしたら何かのグレーゾーンかもしれないのと、あと、相手の好きなところ、得意なところならどん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 やるので、そこから意図を持たせるのと、あとは今度、こちら側の立場ですね。えー、自分たちの Y さんの側の私たちの立場側から見たら、 お相手のスタッフさんの素敵なところを見出すというふうにやっていっていただければと思います。そうやって自分自身をますますこうね、えー、いろんなところを理解できるというふうにしていっていただければ、2023年も素晴らしい一年になっていくかと思います。関連動画はですね、こちらにつけさせていただきます。エネルギーをどんどんど,んどん動かしたいという方は、開発でセミナーのご案内をこちらにつけさせていただきます。よかったらチャンネル登録はこちらです。 では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。